こんにちは、ワンバンコ田中坊です。この動画は梅雨末期のなんか空の様子を見ている動画です。空中というなんか僕は結構天気も好きで、一時期は気象予報士になりたいなって思ってた時もあるんですけど、もちろんのことアホすぎて挫折断念 しました。気象予報士の本とかだけ取り揃えたりして全然わからなくて、びっくりしました。ただ空模様は好きです。いろんな空模様があって、この時はもうなんか雲がもく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 こう湧いていっている湧いていっている様をなんか上見て走ったら危ないんですけども、ちらちら上を見ながら走行していました。これは中央道の、その長野県の中央道で、だいたい諏訪の手前ぐらいなんですけど、この辺り、中央道でも中央道の中で標高が最高地点に達する辺りの走行中です。そう、もうなんかやっぱり標高がだいぶ高いからか、雲がもうほんまに近くて間近に見える感じがします。チャラヘッチャラ、何が起きても気分はヘロヘロかった。中行ったらもう無敵や、全然見えへん。まあ、すごいわ、ほんま守られとるわ、ほんまに。そこ出たらもう一瞬でグズ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 グ、ありがたいよ。トラックの方ほんまありがたい。すごいな、無敵や、無敵。スーパーマリオのスターや。今年も無事セミが鳴き始めました。よかった。皆さん、セミ、セミ、発音はどっちですか？終わっとる。